この柱はもともと彩色ないんですか？彩色は後なんじゃないかな。あ、後なんですか。うん、だいぶ後なんじゃないかな。あ、もともと彩色ないんじゃないかな。気持ちしないでも。うん、柱は木や木。木なんか。国際式の。成長根性で、あ、木。全体の桃山形、室町時代の作り風を伝えるという、昔の人はどうしても古く 見がちなのよね。新しいものを良しとしてないんだよね。まあなかなかこういう建物の解説って難しいですよね、はっきり言って、うん、ないけど、あまり、特徴がないじゃないですか。あの木肌がすごいとか彫刻が入ってるとかさ、なかなかなくて、こういうものの時代の設定っていうか時代の判定っていう、あるいは評価ってすごく難しいのは難しいと思います。まあ一つはこういう小さなお堂なんだけど、まあ弘法堂、弘法大師をお祀りしてると思うんですけども、やっぱりあの宗教的には一番大切なお堂なんですよ。で、小さくて、あんまりゴテゴテ飾ってないんだけども、小さいなりになかなかすごいなって思えるのはやっぱり組物っていう形式なんですね。これ出組って言って、こう桁が、桁、たるきを受ける桁が柱筋よりも一つ前に出てる、まあこれ出組っていう形式なんだけども、普通はこういう難しいことは普通しません。で、出組であってもここは四輪っていうのをつけてるんですよ。この軒のところにこう S 型についてるのが、まあ四輪、軒四輪っていうんですけど、こういうのもすごく手間をかけてる。つまりやっぱりこの建物って結構格式っていうのを、あのレベルの高い格式のものを作ってるっていうのは、やっぱりこのそういうところを見てやらなきゃ建物ってやっぱりなかなか評価できないと思います。それと頭抜きっていうのがあって、その上に台輪っていう横材が入ってます。これは禅宗様式っていう、形式の建物で、この建物全体的に和様と言われてる、まあ古代以来の作り方になってるんだけど、こういう要所要所にちょっと違うも様式を入れてる。で、これは単にこう入れたら、あのなんていうか豪華になるとかというよりは、建物としての強度を高める、あの頭をきっちりこう土台のようなものでつないでるわけだから、かなりがっちりになります。まあそういうふうに、これを作った大工さんっていうのはいろんな様式が分かってて、なおかつこの小さな建物を格調高く、しかもがっちり、例えば雪にも耐えるようなそういう建物に作ろうっていう意識が、こういうところに多分現れてます。からまあ特徴的なところとしては、この木花という部材だとか、ここに拳花っていう材料がついてて、ここにこう栗型っていうんですけども、渦を入れてます。まあこういう形、それからここにさぬひじき、まあこういう わずか栗型を作ってる部材があるんですけど、こういうところから本当は大工さんの系統とか、そういうのがまあ分かってくるんですね。こう全国的に見ると、そうしてみると、この建物ってすごく面白くて、私的には興味があって、この木花の形、それからまあサネヒジキ、まあ台場もそうですね、こういうのも非常に、関西の建物に近い形してます。つまりこれを建てた大工さんっていうのは、この佐渡にですね、多分、関西から来た大工さんじゃないかなっていう感じを受けます。そういうのは多分、関西に残っている建物の同じ慶長期の建物と見比べてみるとよくわかる。で、私はこれ見た時にすぐ思い出したのが、高野山にある、奥の院の経蔵っていう建物が重要文化財で、慶長4年に建った建物がある、石田三成が建てた建物があるんですけど、それとすごくよく似てる。この栗型の雰囲気とか、この杉を使った材料の感じ、出桁の
出組のこの尻の状態、それからこの、おだるきの積み荷の先端がこれくるっとこうちょっと下がってますよね。これも、全周様式の木花なんだけども、まあ、こういうところが、まあ、そっくりなんですよね、意外とね。なんか豊臣秀吉に仕えた大工が建てたのかなって、ちょっとそんな感じすごく受けます。なかなかいい建物だと思いますね。で、あと柱は欅、多分欅系だと思うんだけど、欅のような材料使ってますね。で、柱だけはやっぱり材質を変えて格式を高める、あ、そういうような作りになったと思います。なかなか時代を表して非常にいい建物だと思いますね。まあ、建物見たら下も床下も覗いてほしいんだけど、丸柱なんですけど、円の下は八角形のままなんですよ。丸柱っていうのは、四角、八角、十六角、三十二角って言って角を落としながら丸にするんだけど、その途中の段階、まあ一番最初の段階ですね、八角形の段階で見えないところは手を抜いてる。まあこれは室町時代から行われる施工なんだけども、まあそういうところを見ると時代の感じがよくわかります。古色が白いです。古色が変色すると白くなります。これ取り替え材ですよ、この材料。これが東照材、これ昭和29年に修理した時の取り替え材。あ、でそれはこれと合わせて、ペンキみたいな、何塗ったか分かんないけど、何かを塗って古色つけたんだけども、もう何十年も経ってる間にその古色つけた顔料が変色して白くなってしまった。あとここ面白いですね、この裏板が全部横板張りですね。これ珍しいですか？珍しいというか手抜きだね。本来は、奈良時代とか、建築の本来からいくと、建築っていうのは材料を直行させて置いていくっていうのが基本なんですよ。だから垂木に対しては横板に裏板を張るっていうのが基本なんだけど、ある時期からこれ見た目悪いと思ったんですよね。日本人の感覚に合わなかったようで、こう縦に流すなんですよ。でずっとそうなんだけど、やっぱりそれでも面倒くさいのは横にしちゃうっていう。かなりこうずっと行われてますね、そういうやり方はね。どちらもいずれも屋根もこけらだけど土地吹きに近いね。ここのこけら土地吹きなんだろうか。えらいとこぼこが、土地よりもう一個上になると少ないね。小屋さんに行くと、奥の お大さんがおられる五廟っていうのが、まあ、あって、弘法堂五廟があって、その前に灯籠堂があって、その前に橋があるんですよ。それが無名の橋っていう名前なのよ。でその無名の橋の橋板の裏にこれ書いてるけど、37尊の主事が刻んでるっていう、そう言われてる無名の橋っていうのが小屋さんにあるわけ、全く一緒なんだ。これ小屋さんなんだ。小屋さんの奥の院を模してるんだ。主事っていうのは凡事、37の仏さんを象徴する字です。あとからですね、香炉と絡んでる。香炉と絡んでるね、はい、本当だ。最初から誰だ。これでまた香炉が土台立てっていうのがすごいね。そうですね、見えないですね、はい。天保15年だからな、何でもありますかな、まあ、そうですね。でなんですよ、私変なこと言うけども、はい、こんなのはないぞとかあるぞとか言いながらあるんですよ。何でもある、何でもある、自分の建築は何でもあるんですね。これが伝統だ、これが本当だとかって言いつつ、実はそうでないんですよ。もういっぱいいろんな人は、数知れない大工の棟梁たちがいろんなことを工夫しながらやってるので、いろんなものがあります。だからこれなんかも面白いな。中土台もあってないのに外土台もあってて、そうですね、柱が立ってて軒支えてるって、こんなのあるかって
言いたいけどあるんですね。まあやっぱり基本的には軒の出が、日本建築ってのは軒の出を大きくするとかっこいいし、それがもう大工の腕みたいになって、どん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 軒の出を長くして形を作ってきたんだけど、実は構造的にはすごく不安定で、それが分かった時にもうしょうがない支柱立てようっていう発想だったんですよね、うん、円のところに支柱を立てるっていうのはこれがまた別にあって、本願寺、本願寺の建物っていうのは円のところで軒先に支柱がずっと立ってるんですよ、はい、ありますね。だから江戸時代の初めにやっぱり構造的にこれ持たないぞって思った大工さんたちが支柱を立てて、なおかつあの立派なものを作ろうって工夫して、それが認められたのが本願寺形式の建物なんですよ。でそういうのが普及してくると、もう平気でこういうことしだすんですよ。行き当たりばったりでこんなに手間かけるかって感じだね。いやすごいな。ここの収まり向こうと違うね。違ってても苦労してやってるんだ。すげえ。これ石屋さん泣いてるぞ。うん、そうですね。こんなもできねえとかね。ひし形を一個作ったら、次はって次また違う、このひし形になってる市販見てよ。ダイヤになってる。ダイヤ。すごいね。これ収まってる？だから収まってないのよ。墨それ。でも墨収まってる、墨収まってる。本当だね。うん。隅は収まってるけど、他は収まらないの、やっぱりここだけ入れて、でそこから割ってったのかな。でもここは二等辺三角形、直角になってるでしょ。でもね、ここは合わせなきゃいけない、うん、ここを合わせたかったんですよね。この角は合わせなきゃいけなくて、引っ張ってきたんだから。あ、そうですね。それでひし形になってしまったんだよ。なんか、なんとなくこの辺り一番あの肘に出てますね。あの、ちょっとひし形のような合わせた、うん、すごいね。これ苦労してるね。こりゃすげえ。言われたんだよ、お節さんか、あの大工の棟梁かしら、こことここは合わせるんだとか言って、なんで合わないよとか言われた。うん、ね、うん、いや、こう建物見て歩いて面白いのは、こうやってあの間違いとかじゃないんだけど、面白いところを見つけるっていうのは、それをやった大工さんなり職人さんってどんな苦労したんだろうっていうことを考えるとすごく楽しいんですよ。見て歩くの、人の穴探ししてるわけじゃなくて、そうやってこういかに苦労したんだろうってことを思うと、この建物って大切にしなきゃいけないって思わない？そう思いたくなってくるよね、はい、そうなんですよ。ああ、いや、普通は高すぎて、止まってるっていうか、支えてるっていう、歩道かどうかわかんないけどね、これ、トマクシリケンについてる。あ、本当ですか。うん、あの、まあ、後付けだ、向こうは後付けだけど、ボードと一緒だね。ああ、本当っすね。やっぱりこう、あれを建てた大工さんの流れなのかな、この人は。危機的なものを学んでるんだね、多分ね。そんな感じですね。うん、これが正しいんだ。言い伝えで、そうなってるんですね。巻き針は全部新しいんですよ。新しいね。ああ、だから修理ってのは難しいの。これは私の言い方言ったら修理じゃないよね。回収でしかない。全部修理の時は取り替え材で、ここで古いのって言うと柱が一個しかないんですよね。あと全部柱見るからに新しいし、壁板は全部新しいし、頭抜き、引き抜きは多分全部新しい。頭抜きは正面から1個、2個、3本は新しい、古い。台場はやっぱりそのくらい。で、あと組み物は、まあ古そうだな、あの、まあ少しある。で、桁は全部新しい、たるきは全部新しい。ほんと古いのないんじゃないのって言いたくなっちゃうよね。まあもちろん、これ修理に当たった時、人にしたら、ほとんど使えなくなってた。で昔の通り作りましたっていうかもしれないけども、その人がいる時に話聞けば分かるけど、いなくなってしまったらもう我々判断つかないんですよね。だからやっぱりこういう修理は良くない修理って言わざるを得ない。
もちろん私の大先輩だし知ってる人なので、あの私会ったこともある人なので、そんなに勝ったし先輩の悪口は言いたくないんだけど、まあそれはその個人じゃなくて、その時代のまあ国全体の文化財のあり方みたいなのがこれで良しとしてたのがやっぱりまずいだろうなって私は思ってますってことだな。でもぜひこんな修理はしてほしくないなっていうことは伝えたいと思ってます。まあ、ただあのとはいえ、まあ、形だけかもしれないけども、その当時 あのこの佐渡にの作られた建物の歴史は確実に伝えてるし、その雰囲気は伝えてます。そういう意味では何もこの建物を、レプリカだっていうつもりもないし、まあ、これを自分たちの宝物だとして、まあ、守ってほしいとは思ってます。どうしたら、まあ、建物の全体的な姿としては五間堂、正面が五間、奥行きが五間、五間五間のお堂ですね。確かこれ密教本堂になってるよね。あ、そうですか。うん、中は内下陣で分かれてると思うんだけど、開けてみたらいいんです。まあ、あのさっきの工房のと同じように、禅宗様式と、あの普通言われている日本の伝統的なあの仏像の形式があるんですけども、それに近い非常に、禅宗系の強いあの様式を持った建物です。でどこがかっていうと、抜きが入ってて投げ石を使ってない、日本建築の特徴的な投げ石っていう材料が使われてないです。で柱の上にちまきって言って、こうちょっと柱の上まん丸く作られてて、その上に台輪っていう水平の板が置かれている。まあその辺が禅宗様式の特徴で、まあそれが非常にこう入ってるということですね。ただ組物は和洋と言われるあの形式に非常に強いです。まあ、真ん中に剣と塚、あるいは美濃塚と言われる塚が立っている。まあこれ面白いなと思います。で特に何これって面白いなと思うのは剣と塚の形ですね。まあ剣と塚、ここの場合は正式には美濃塚っていうのがいいんだと思うんだけども、どういうのかっていうと、実はもうあの工房堂ではこうバチ型の塚だったんだけど、バチ型の塚の上の方にこう美濃をかぶったようなもう模様があるっていうのが美濃塚っていうんだけど、上に模様があるんですけど、よくよく見るとその奥にまたなんかこう変な板みたいなのがついてるんですね。どうやら大きな板材から半分だけ塚と美濃の部分を掘り出したような作り方してます。こんなのは多分他にはない、日本全国探しても多分ここにしかないような、そんな、まあ、変わった作り方してますね。これはこれを作った大工さんのこう意気込みみたいな、これお前らこんなの見たことないだろうっていうような、そんなのがこう見てると伝わってきますあと軒は古いのが全然残ってないので、どのくらいこれが慶長1600年代に建てられた時の姿なのかちょっと判断できないんですけども、もしこれがその時のものだとすれば非常に面白い。それは何が面白いかというと、あの垂木を見てもらったら分かるんだけど、まさしく柱のように大きな材料で、それがかなり粗いピッチでついてる。こんな建物をもうあまり見ないですね。で今は銅板葺きになってますけど、もともとはかやぶきのお堂なので、まあかやぶきだっていうことと、この、 あの非常にこう大まばらな大雑把なようなたるきっていうのはセットなのかなっていうふうにも思います。まあ、それがお堂としては非常にこう特徴的ですね。抜きっていうのが入ってます。あの柱抜きっていうのがあって、その下に柱の一番上が柱抜き、その少し、下がったところに火抜きっていう、あるいは内乗り抜き
ってここの場合だったら言ってもいいと思うんだけど、扉がついてるから内乗り抜きでもいいと思うんだけど、抜きが入ってます。でこの抜き隅の方でこう骨っていうんですけども、組んで外に出てますよね、抜きの先っちょが。で抜きの背の半分だけをあのこう外に飛び出させてる、こうかき取って外に出すんですよ。それを骨ほぞっていうんだけど、で骨ほぞは針間方向のが下骨、下に出てきて、桁行き方向が上に来ます。抜きは針間方向が下で桁行き方向が上ですって、私ずっとみんないろんなところでいろんな人に言ってきて、これが日本のやり方ですって言ってきてるんだけど、実はここは逆です。間違ってるんじゃないんですね、こういうやり方もあるっていうことなんですよ。だから私だけじゃなくて、いろんな、まあ、先輩たち、あるいは棟梁、これが日本の建築の本当の姿なんだとかっていう人いっぱい世の中にはいるんだけど、実はそんなもんじゃない。さっきも全然違うこと言ったと思うんだけども、やっぱりかつての人はいろんな場面でいろんなことを工夫しながらやってる、それを我々は尊重しなきゃいけないんですね。だけど残ってる建物の大方を例えばこう全部並べてみたときに、率で言ったら針間方向を下にしているものが非常に多いっていうのは、これは単なる統計学上はそうです。でもそうでないのもあり、どれが正しくてどれが間違いっていうことはこれは言えないよって、全てには例外がありますよっていうことだけは、まあそのつもりで皆さん見てもらったらいいかなというふうに思います。